いつまでもいつまでもそばにいると言ってた。あなたは嘘つきだね。私を置き去りに。木蓮のつもみが開くのを見るたびに、溢れ出す涙は夢の後先に。本当にもう本番始まってんの？10月14日お誕生日おめでとうございます。スタート。ポーン、川越サーヤ様、 NGT48 アイドル、お誕生日おめでとうございます。ポーン、白間ミル様、 NMB48 アイドル、お誕生日おめでとうございます。ポーン、山木理沙様、カントリーガールズ歌手、お誕生日おめでとうございます。ポーン、島内宗太郎様、広島東洋カープ野球選手、お誕生日おめでとうございます。ポーン、清野奈々様、女優ファッションモデル、お誕生日おめでとうございます。今大人気の女優さんだよね。ポーン、藤井秀華様、元ダンサー、お誕生日おめでとうございます。ポーン、鈴木伸之様、劇団エグザイル俳優、お誕生日おめでとうございます。ポーン、天野真奈様、パチンコライター、パチンコの動画とかに出演してるね。お誕生日おめでとうございます。ポーン、宮脇コウスカ様、代表作アリス・イン・ワンダーランド、お誕生日おめでとうございます。ポーン、青山愛様、元テレビ朝日アナウンサー、お誕生日おめでとうございます。ポーン、ジュリスベル・グラシアル様、福岡ソフトバンクホークスプロ野球選手、お誕生日おめでとうございます。ポーン、クリス・ジョンソン様、広島東京カーププロ野球選手、お誕生日おめでとうございます。ポーン、荒井秀和様、 NHK アナウンサー、お誕生日おめでとうございます。ポーン、堺雅人様、俳優、10倍返し、いや1000倍返しの人だよ、お誕生日おめでとうございます。ポーン、杉浦美幸様、モデル、タレント、元アイドル、おにゃんこクラブ、お誕生日おめでとうございます。ポーン、長崎ひろみ様、女優、タレント、歌手、お誕生日おめでとうございます。10月14日生まれの運勢は、時期によって運気の波があるらしいよ。10代20代は波乱万丈な日々なんだってさ。30代以降になると運気が安定して充実するらしいよ。30代後半に素敵な出会いがあるんだってさ。すごいね、運勢ってこんな感じ。じゃあ今日は何の日だね。ポーン、世界標準の日、国際標準化機構 ISO と国際電気標準会議 IEC が制定、世界標準を策定した人たちに感謝し労をねぎらう日だって。ポーン、 PTA 結成の日、1952年のこの日、 PTA の全国組織、日本父母と先生全国協議会、かっこ現在の日本 PTA 全国協議会が結成された日なんだって。ポーン、鉄道の日、1922年に鉄道記念日として制定、1872年10月14日、新橋駅、後の汐留貨物駅、現在廃止、から横浜駅、現在根岸線桜木町駅を結んだ日本初の鉄道を開業した。かっこ鉄道記念日のままでは国鉄色が強いということで、1994年に運輸省、かっこ現在の国土交通省の提案により、鉄道の日と改称し、
JR 以外の民間鉄道も巻き込んだ記念日になった。だってそんな感じだね。今日も見てくれてありがとう。じゃあまた明日ね。バイバイ。